それから東京ですもんね。そうですね、福岡っていうね、はい、東京にも置いてあんだっていうね、はいはい、うん、楽曲を聴いてくださったファンの皆さんとか、その反応とかももうぼちぼち入ってきてると思いますけど、はい、うん、自分たちが作っている時の思いと 届いた時の思いっていうのは、やっぱり何ですかね、僕たち的にはあの1曲目のゴアヘッド、使っていただいてるゴアヘッドも、はい、サビに博多弁が入ってて、うん、そうですね、はい、ヤバカローモンとか、はい、うん、なんか九州の方には馴染みがあると思うんですけれども、やっぱ全国的に見ていただくと、やっぱり博多弁が入ってて、おーなんだこれってなるのかなって思ったんですけど、意外とそこにはあんまり触れずに、あ、そう、意外となんかこの曲自体がすごいかっこいいじゃんみたいな、意外とそこにあんまり触れられなかったので、そうですね、なんかすごい博多弁がクールに聞こえるもんね、馴染んでスムーズに入ってきた感じで、そう自分たちがそこにびっくりしてます。そうですね、ああそっか、はいはい、それ自分たちがやっぱ福岡にいるからわからなかったことですよね、はい、そうですね、その意見っていうね、はいはい、でも確かにそのよかろうもんもそのバリ方も、はいはい、なんかリズムがすごくいい、乗るんですよね、なんか福岡弁そうなのかもしれないですけど、ただここで歌ってるそのライブの空間っていうのは、はい、私のその福岡のライブのお客さんとのね、はい、やり取りがあるからこその歌詞ですよね、はい、そうですね、はい、なかなか最初は自分たちの音楽すっとこういね、あ、そうですね、だからなんかライブの時とかもなんかすごい一番最初できてすぐとかもやるの大丈夫かなってちょっと思ったりとか、でもそれをちょっと僕たちが出しちゃうとお客さんもなんかグッて引いちゃうんで、もうそこはガンガン行ったんですけど、やっぱ作ってる時とかはこの曲あの僕たちで作詞作曲でフリークでさせていただいたんですけど、なんかそのサビのフレーズができた時とかも来たこれ博多弁ハマったこれ、はい、うんうん、っていう瞬間とかもあったので、なんかその時の来たこれ感は、はい、なんか間違ってなかったな、はい、っていうこともありました。もしかしたらそれはそのこの曲を作るまでにいろんなところでライブやっててお客さんの顔とか反応見えてたから出来上がった楽曲なんですか、はい、そうですね。ねえ、いや、ただ福岡のお客さんも、まあ、九州のお客さんもどこでもそうかもしれないですけど、好きになったらグッとこう、うん、はまり込むところがあるので、はい、そういう信頼感みたいな感じですよね、はい、あ、そういう意味で言えば自分たち作った楽曲もあれば、うん、クール MB が、はい、そうですね、参加してる、はい、作りに参加してる楽曲、はい、スペシャルレディー、はい、ですけどね、はい、うん、結構ノリのいい曲、そうそう、はい、はい、うん、僕も昔から一緒にお仕事させていただいたりとか、はい、まあまあアーティストとしては先輩、はい、そうです、ね、大先輩です、はい、福岡の、うん、これ自分たちが作った楽曲でまた提供してもらった楽曲、はい、それに対してボーカル乗せるっていう、その、まあ、違いみたいなものってなんかレコーディングしながら感じたことありました？ああ、そうですね、そう、やっぱり自分たちで作るとメロディーとかも歌詞とかも自分たちなので、すごいどういう風に歌ったらいいっていうのが自分たちの中で把握はできてるんですけど、やっぱり作ってもらうってなるとなかなかそれをどう歌ったらいいんだろうっていうのは考えましたね、そうですね、レコーディングの時、レコーディングの時、はい、どういう意図があってこういう言葉になってるんだとか、どういうリズムになってるんだっていう、はい、そこが難しかったですね、それはやっぱやり取りをこう密にして、そうですね、メンバー間もそのスタッフ間も、はい、そうですね、まあ、総合プロデュースをしていただいたのが和田正也さんっていう方なんですけど、はい、その方にもボーカルディレクションしていただきまして、はい、そのレコーディングの時にやっぱりこういう風に歌った方がいいんじゃないかなみたいなアドバイスとかも受けながらですね、はい、まあ、総合プロデュースされたので全部の曲をボーカルディレクションされたんですよ、だからそういったのでもかなり一作目なんでちょっとわからないこととかもすごいあったんですけど、そうですよね、はい、だから試行錯誤しながらって感じでした、はい、うん、制作はすごく楽しかったです、そうか、4人のコーラスワークに関してはどうだったんですか、ライブで合わせるのとこうやって1曲1曲作りながら合わせていく作業っていうのは、ああ、どう、やっぱりレコーディングってなるとやっぱ自分じゃない他の人が歌うパートの時もやっぱしっかりこういう風に歌ってるんだなっていうのを聞かないとやっぱレコーディングに合わせれないんで、パーツが一つずつ、そうですね、そう、そこは結構意識して合わせるようにしましたけどね、うんうん、
生のドンとは違う、はい、そうですね、はいはいはい、そうなんですね、うん、はい、でも後々これ2枚目3枚目と重ねていくとさ、やっぱりこう生のドンでライブレコーディングっていうような感じの手法もね、はい、できたりもするそうですね、はい、でしょうしね、さあそのねノーターニングバック現在、リリースになっております。そして明日と明後日は、イオンモール福岡で、はいはいはい、ライブですね、インスタライブですね、はいはいはい、8月23日土曜日、8月24日日曜日、この2日間で合計4回、はいはいはい、インスタライブがあるということで、はい、お昼と、まあ、夕方の時間帯ですかね、はい、うん、そしてワンマンライブが決まってますよ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。これ日程発表してもらっていいですか。はい、2014年の12月の25日ですね、はいはい、クリスマスですありがとうございます、ありがとうございます。12月25日木曜日クリスマスの日に会場がビートステーション、はい、ワンマンライブ、はい、この前7月のワンマンライブがインザ、そうですね、でした。今回はビートステーションでクリスマスの日に決まってます。はい、ぜひ詳しいことはオフィシャルサイト見ていただきたいと思います、はい、ワンマンライブ3回目、はい、ね、そうですね、うん、意気込みを、まあ、ワンマンライブ、毎回毎回、たくさんの方に、うん、お越しいただいてるんですけれども、今回はなんか、今までは、例えば、レコ発だったり、あと、まあ、ムービーオンが出る、結成1年の時だったり、うん、そういったタイミングでやらせていただいたんです。今回はもう、クリスマスっていう枠が、うん、ありますからね。あるので、タイトルもホワイトソウルクリスマスなんですけど、その枠があるので、なんかクリスマスにちなんだ、うん、なんか特別なことをやりたいなって考えてたり考えてなかったぜひ皆さん楽しみにしてください。はい、はい、ちょっと時間になりましたね、あっという間でした。ということで、じゃあワンマンライブの情報もホームページの方を見ていただきたいと思います。はい、ね、でまた番組のイベントにも参加してください。はい、ぜひぜひ、はい、今日のゲストはフリークの皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では最後に曲紹介をお願いします。はい、では、アルバムノーターニングバックからトレジャー。セッションはフリークの皆さんをお迎えしました。ワンマンライブ、ね、12月25日クリスマスの日木曜日です。福岡ビートステーションでのライブ、チケットは前より2000円で発売という予定です、ね、詳しくはフリークのホームページ、もしくは共同西日本までお問い合わせください。お送りしたナンバー、フリークトレジャー抱きしめたいでした。コカ・コーラステーション、グルーヴ&ファイブス。